アダム・リッポン。アダム・リッポン。1989年11月11日タイは、はアメリカ合衆国ペンシルベニア州出身の元、フィギュアスケート選手。2016年全米選手権優勝。2010年4大陸選手権優勝。2008年2009年世界ジュニア選手権連覇。母子家庭の六人兄弟の長男、弟三人、妹二人で、 母親は元バレエダンサー。貧しいながらも温かい家庭で育った。長男としての責任感が強く、子供の頃から母親の手伝いをしていた。マイケル・ワイスの奨学金を受け取っている。生まれた時は耳が聞こえなかったが、幼い頃、イエール大学で手術を受け、現在はほぼ問題なく聞こえる状態。憧れのスケーターは、ミシェルクワン。リッポン・ルッツと呼ばれる。 両手を伸ばしての3回転、ルッツジャンプと柔軟性を生かしたドーナツスピンが特徴。2015年10月、アメリカのフィギュアスケートし、スケーティング電子版にて、いいロールモデルになれれば、とゲーであることをカミングアウトした。2018年2月、日本は、アメリカ副大統領のマイク・ペンスが過去に、同性愛者の強制治療の期間に出資したことが、 あるとして、2018年ピョンチャンオリンピック、米国代表団の団長に指名されたペンスとの会を拒否した。長ミライトは大の親友である。二人はマッチングタトゥーを入れた他に、ピョンチャン五輪の選手村でも近くの部屋に滞在していた。2018年4月、タイム誌の世界で最も影響力のある100人に選出された。ペンシルベニア州のスクラントンに生まれ、 10歳の頃に、スケートを始めた。2005年トリグラフトロフィーで優勝し、ISU ジュニアグランプリには2005から2006シーズンから参戦。2007から2008シーズン、ジュニアグランプリ1戦目の JGP 春ギタ坂月で優勝。2戦目の JGP ソフィアハイでは2位となり、JGP ファイナルへ進出。JGP ファイナルでは自己最高得点をマークして優勝した。 全米選手権、ジュニアクラスでも初優勝。世界ジュニア選手権では SP の自己最高得点を塗り替えて初優勝を飾った。2008から2009シーズン、シーズン途中の12月にコーチをニコライ・モロゾフからブライアン・オーサーに変更。世界ジュニア選手権は大会2連覇を果たした。世界ジュニア選手権での2連覇は男女シングルの選手では初めてとなる。 2009から2010シーズンよりシニアに上がり、グランプリシリーズのエリック・ボン・パール杯で3位に入る。続く NHK 杯では6位となり、グランプリファイナル進出を逃すも、全米選手権では自身最高の5位に入り4大陸選手権への派遣が決まる。4大陸選手権では自己ベストを更新する演技でシニア初優勝を果たした。ジョニー・ウィアーの出場自体により、 世界選手権に初出場し6位入賞を果たした。2010から2011シーズン GP シリーズ前哨戦となるジャパンオープンでは FS166 点というハイスコアをマークしたが、その後は表彰台がスケートカナダの3位のみ、そして全米選手権でも5位という不本意なシーズンとなった。シーズン後コーチを佐藤ゆか、ジェイソン断然に変更。 同国のジェレミー・アボットやアリッサ・シズニーラと同門となり再起を図ることとなった。2011から2012シーズン GP シリーズ2試合では4位と表彰台には上がれなかったが全米選手権で2位と初のメダル獲得となった。前回の世界選手権ではエヴァン・ライサチェックとジョニー・ウィアーが出場を辞退して繰り上げの出場だったため初めて自分で勝ち取った。 世界選手権の代表となった。2012から2013シーズン、9月にコーチをラファエル・アルトゥニアンに変更した。中国杯では6分練習でソークスの木と衝突したものの4位、全米選手権は5位。代表に選ばれた4大陸選手権は足首の怪我のために欠場。2013から2014シーズン、スケートアメリカでは SP、 FS ともにパーソナルベストを更新し、3シーズンぶりにグランプリシリーズのメダルを獲得した。全米選手権では過去最低の8位に終わった。2014から2015シーズン、全米選手権は SP を変更して4回転ルッツに挑戦したが、アンダーローテーションの判定を受け声。FS では冒頭の4回転ルッツがダウングレードの判定を受けるものの、 残り12個のエレメンツすべてで、全弱値からプラス1以上の評価を受け1位。総合では2位になり3年ぶりに表彰台に立った。2015から2016シーズン、全米選手権で初優勝を飾った。世界選手権では自己ベストを更新し、2010年大会に並ぶ6位だった。2016から2017シーズン、 母国開催の US クラシックで3位を飾った。グランプリシリーズでは母国のスケートアメリカで銅メダルを獲得。27歳の誕生日翌日に行われたフランス杯の FS では4回転トゥループに初成功し銅メダルを手にした。金広仕様が中国杯で2位に終わったことで2ポイント多い日本のキャリア初のグランプリファイナルの出場が決定した。 2017年1月6日のオフアイスウォームアップで左足首を捻挫し、左足の第5中足骨を骨折。その影響で全米選手権を欠場した。2017から2018シーズン、怪我からの復帰初戦となった ISU チャレンジャーシリーズフィンランディアハイでは SP3 位で FS も点灯は4回転、ルッツのみで FS は166点で、 トータルも249点とまずまずのスコアで復帰初戦で3位表彰台に上がった。2018年11月20日、米国オリンピック委員会、USOC が日本の引退を発表。マークがついている大会は ISU 公認の国際大会。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。